2008年のマイアミでテストを行うインディライツマシン。インディライツはアメリカ合衆国で行われるオープンホイールレースのカテゴリー。インディカーの直下に位置する。1986年から1990年までカートの運営によりアメリカンレーシングシリーズとして開催され、1991年から2001年まではインディライツシリーズとして開催された。R の運営による 現在のシリーズは2002年から始まり、2007年までインフィニティプロシリーズ、インディプロシリーズ2008年からはファイアストインディライツシリーズとして開催されている。1970年代を通じてアメリカ合衆国自動車クラブがトップカテゴリーであるインディカーレースの統括組織であったが、買いカテゴリーの進化の様相は変化していった。1960年代はじめのアメリカにおける オープンホイールレースはフロントエンジンリアドライブのロードスターで争われていた。主流の買いカテゴリーにはスプリントカーレースおよびミジェットカーレースが含まれていた。1970年代に入ると車両はミッドエンジンのフォーミュラカーで争われるようになり、同様に主流であった買いカテゴリーもフォーミュラカーを使用するように変化していった。スポーツカークラブオブアメリカのスーパービーよび フォーミュラアトランティックが買いカテゴリーとして初めにフォーミュラカーを使用するようになったシリーズであった。しかしながら、いずれもユサックの上位カテゴリーに直接つながるものではなかった。1977年、ユサックはスーパービーマシンを用いてミニインディシリーズを始める。このシリーズはユサックがインディアナポリスモータースピードウェイ以外の インディカーレースの認可を止めた1980年をもって終了した。ミニインディシリーズの終了に続いて、1980年代、初めのカート及びインディ500を目指すドライバーたちは、スーパー B、ォーミュラーアトランティック、スカ、カンナム、スプリントカー、ミジェットカー、ストックカーと、組織化されていないシリーズに参戦することとなった。 5年以上公式の買いカテゴリーが存在しない時代が続いた後カートが買いカテゴリーの創設を目指した。インディライツシリーズがオープンホイールカーによるインディカーの買いカテゴリーとして1986年から2001年まで開催された。シリーズは1986年にアメリカンレーシングシリーズとして設立され、1991年にインディライツに改名された。 カートが認可した本シリーズは広く人気を得るようになり、ファイアストーンがシリーズのタイトルスポンサーとなり、後には子会社のデートンタイヤがタイトルスポンサーとなった。インディライツの開催スケジュールはインディアナポリスを除いてカートシリーズのすぐ後に続いた。一家は2010年のインディライツシーズンに参戦するドライバー A インディカーシリーズでの優勝経験者、 B インディカーシリーズチャンピオン C インディ500の優勝経験者、ありがとうございます。